ザ・マーズとマルチインカムサラリーマン八野の限定企画ペッツ NFT の無料プレゼントの応募締め切りは3月24日の17時までとなっています。動画を見た方限定20名ですので結構当たりやすいのではと思っています。はい、こんにちは、八野です。今回は昨日投稿したマーズのペット NFT の無料プレゼントですね、8の限定で20名様にプレゼントという企画の動画の、リマインドになりますので、昨日ですでに動画見てもう応募したよっていう方はこの後見ても見なくても大丈夫です。まだね、応募してないよと、何のこっちゃという方はぜひですね、この動画をきっかけに NFT 無料プレゼント応募していただけたらと思います。はい、でですね、今回は結構ね、私のこの本当に動画を見て応募している方の中から20名なので、かなりですね、当選確率としては高いんじゃないかとね、個人的には推測しています。なので本当にね、ぜひね、この動画見たら応募していただきたいんですけども、じゃあですね、本当にどれくらいの確率で当たるのというところを、川算用なんですけどもね、ちょっとね、私の方で計算してみました。はい。で、私のね、この今回の動画なんですけれども、23日のお昼を過ぎた時点で、2600回くらい回ってたんですかね。なので、多分24日の5時までっていうと、3000回くらいは回るんじゃないかと思います。で、このね、3000回なんですけれども、3000回だからといって3000人が見てるわけではなくて、実はですね、本当に頭だけちょっと見た人とかね、そういう人も結構いるので、最後まで動画見る方ってだいたいね、3割くらいか、低い時だと2割とかね、そういう感じなので、私の動画だとだいたい3割くらいね、結構低めなので、そうするとね、3000回回ってますけれども、ちゃんと最後まで見てる人って900人くらいなのかなと、はい、思っていますと。で、さらにですね、このね、900名見ていますけれども、この900名の中で、ね、実際に応募する方ってどれくらいいるかっていうと、これちょっと難しいんですけれども、多分ですね、パレートの法則を考えると2割っていうのが妥当な数字なんじゃないかなと個人的には思っています。ちょっとね、これ低すぎるんじゃないのっていう意見もあるかもしれないんですけれども、そうは言ってもですね、意外と皆さんね、やるやる詐欺じゃないんですけども、ね、やりたいなとかいう気持ちはあるんですけども、じゃあですね、それを実際に行動につなげている人って意外と低いんじゃないかなとね、私は推測しましたので、今回はね、2割として、そうすると、900名のうちの2割っていうと180名ですね。はい。で、今回ね、当選者枠が20名なので、20÷180 ということで 11% ということで、10人に1人は当たるということなので、これ結構当選確率としては高いんじゃないかとね。だから応募10回応募すれば1回当たるっていうことなので、これね、打率としては高い方なんじゃないかなと個人的に思っています。でね、やっぱりここちょっと低すぎるんじゃないのっていう意見もあろうかと思うんですけれども、一応根拠じゃないんですけれども、支えるね、ネタとして、こちらも私のこの動画のいいねボタンを押してくれた人ですね。これが、お昼過ぎくらいで159ということで、これも多分ね、明日の、5時くらいまでに、20か30くらい上がったとして、そうすると大体180くらいになるので、ちょうどね、同じくらいの数字かなと、ね、こういう高評価ボタンを押すような人は、多分実際に応募している人じゃないかっていうふうにね、考えられるので、結構いい数字なんじゃないかと個人的には思ってますね。ちょっとね、もしたくさん応募があって全然確率低かったら申し訳ないんですけれども、はい。でも多分ね、応募すれば本当に10人に1人当たるくらいの確率なんじゃないかななんてね。これがね、全部のキャンペーンね、全世界のキャンペーンで20名っていうとなかなか当たらないですけれども、ね、この八野の動画を見た人っていうね、その限定枠がついてるので、やっぱり結構当たりやすいんじゃないかなと個人的には思っています、ね、で結果が出たらね、またアンバサダーの人に実際に何名応募があったんですかっていうお話はね、聞いてみたいと思いますので、まずはね、とりあえず応募していただければ当たる可能性は高いと、ね、応募しなければ始まらないということでね、ぜひ応募していただければと思います。
はい、そしていくつかね質問いただいてますけれども、大体の質問ね解決できてると思うんですけれども、ちょっとねこれだけピックアップしました。いつも動画見ております。プレゼント企画に応募したいですね。応募してください。メタマスクウォレットの詳しい作り方を教えていただけたら幸いですということで、意外と応募できない方の中にメタマスクでつまずいてる方がいらっしゃるのかなということで、ね、じゃあですねせっかくなのでメタマスクの作る方法をね動画で私の方でちょっと編集しましたね。ちょっと申し訳ないです、新しい動画作るね余裕がなかったので、過去にアップした動画をちょっとね切り抜いてメタマスクの作る部分だけを、はい、編集したものになりますけども、こちらをね見ていただければ、初めての方でもスマホでメタマスクを作れるようになると思いますので、ぜひねこちらを参考にしていただいてね、メタマスク作って応募していただけたらと思います。この画面ね、スクリーンショットを今撮っていただいて、この QR コードね、読んでいただければ、こちらの動画見れるようになっています。動画の概要欄の方にもね、URL は貼っておきますので、スクリーンショット、QR コードを読めない方はね、概要欄の URL をクリックして見ていただけたらと思います。それとですね、チェーンを気にしている方がいらっしゃるんですけれども、これね、メタマスクのこのアドレスなんですけども、今、0x596 ってなってますよね。で、これを、チェーンを、例えばポリゴンとかにね、今変えてみますけれども、はい、変えても、アドレス自体は 0x596 で変わらないので、チェーンをね、気にされている方、今段階ではね、どこでも、はい、同じなので、アドレス自体は。はい。このアドレスを記入していただければ、はい。問題ないです。はい。そして、こちらがね、Google フォームになりますけれども、一番目にメタマスクのウォレットアドレス記入するとこありますので、先ほどね、説明した通り、こちらのメタマスクのアドレス、多分チェーンに関係なく同じですので、はい。こっちのアドレスをタップしていただくとコピーできますので、それを一番のところに回答として記入していただければ、はい。問題ないと思います。はい、ということでね、いよいよ明日ね、24日の17時までということなので、ぜひですね、まだ応募できてない方は動画見ていただいて、ね、動画の手順通りにやれば、ね、誰でも応募できますので、ぜひ応募してみてください。またですね、せっかくなので、私のツイッターね、やってますので、ツイッターの方もフォローしていただいて、もしね、よろしければ、リツイートして拡散にご協力いただけると、大変大変ありがたいです。はい。ね、YouTube の動画の方にもね、いいねボタンとかコメントとかいただけると、はい、拡散になりますので、ご協力いただいて、まあ、引き続きね、動画の方、チェックしていただけたら、大変大変嬉しいです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン、MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて、QR コードを読み取ると解説動画が見れます。元祖無料マイニングアプリ、パイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し、上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は、今すぐ始めてください。マイニングで稼ぐ、NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定の PCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。オープンインベスティングカーレンシー、オピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して、投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。
2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。タイムストープです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ。1日1回出席確認が必要です。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークやBネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。未来のデジタル通貨チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ。2021年12月スタートしたばかりで、ファーストステージで稼げます。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。暗号通貨ステーブルコインスペラックス USD とガバナンストークン SPA を開発しているスペラックスのアプリです。イーサリアムウォレットでスペラックスの XP トークンをアーニングできます。無料でビットコインがアーニングできるアプリエンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。 NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ワンタップマイニングアプリヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。 B ネットワーク1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。1時間に1回ビットコインを掘ってくれるフォーセットサイトビットシャークです。タイトルアイコンはサメですが、ウェブアプリを開くとおっさんがツルハシ持ってマイニングしています。レビューサイトでも評価が高いフォーセットサイトコインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイトファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイトパイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi&NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ZENです。すでに大手の取引所に多数上場している実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ZENをもらえます。無料で柴犬トークンがもらえるフォーセットサイトフリーしば犬 .com です。1時間に1回スロットを回すたびに最大300ドル分の柴犬トークンがもらえます。姉妹サイトでも全部で16種類の暗号通貨がもらえるので全部登録しましょう。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。
こちらも無料暗号通貨がもらえるサイトを紹介しています。1時間ごとのスロットとツイッターに投稿されるプロモーションコードを入力することで追加でスロットを回すことができ、最大$300ドル相当の暗号通貨がもらえます。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。